そのノーヒットノーラン完全試合は佐々木朗希に可能性をまた感じる。僕は感じてます、うん、はい、まあ、それこそマリンで投げることも多いですし、まあまあそれは誰しも考えるよね。あの映像は新たに、ね、新たにの選手は僕は出ないかなと思ってます。ああそう、セ・リーグは、セ・リーグはやるんだったらまさかの覚醒した藤浪それはノーヒットノーランしかないよ。ノーヒットノーラン完全試合はない。ちょっとファーボール出しちゃいます。デッドボールとかな、もうみんなが怖がってさプチッて、もうみんなが怖がって避けまくって8回ぐらいまでバーベキューで自分でプチッて当てちゃう俺は森下が、まあ、今状態があんまり良くないけどね、状態が上がってきたら俺は可能性持ってる。ありますね、あれザピッチャーやなー。あと柳、柳もハマりどこですよね、の、はい、球種が青柳投手とかも出てきて、いやいや、あると思いますよ。あると思うけど、この前中日が左を全部、木下だけで全部並べたんだよ。8人並べました。いや、8人並べた。いや、そしたらやっぱ苦労してたわ。そうですね。あ、だから、左バッターに対しては何本かを俺打たれると思う。あの三遊間あるんですよね、バーンってやつが悩んだとかな。そうか、ちょっとそうすると厳しいですね、うん、そうか。僕は大木さんが、僕もスリークォーターぐらいから投げるピッチャーで、田口壮さんとキャッチャーの三輪さん以外左っていうのはありましたけど、あ、もうそれを超えたラインナップ見ました左8人。やっぱ立浪監督もやっぱ大胆にやってくるよな、うん、そういう面で面白い見ててそうですね。いや見てて面白い、うん、だから木下だけって木下4番にしてさ、あとファームから左上げて全部並べたからさそこまでするってぐらいですもんね。いやでも試合になったからな、ちゃんと抵抗したからね、うん、そうですね、うん、終盤まで。さあ清宮、あの湯田さん、清宮めっちゃ心配ですよね。心配だよ。結構聞かれますもんね、一緒にコラボさせてもらった時、清宮清宮、僕は着々ですけども成長してる野球選手と思ってます。まあ成長してるよな、はい、でやっぱなり物で期待度が大きいからこそドカーンという活躍を早く見たいファンの方々、で私たち解説者もその目がどうやっても緩まないと思うんですよ、はい。でもこう 2,3 年後になったら新球場で4番打ってると思うんですよね、守備でてんてこまいしなければ。守備はなんかもうこうちゃん悩んでるんですよ。あれ練習してる、してるんですけど、まあちょっと慌てるんかな。これいいプレーして投げたらピッチャーポロッとして成立しなかったりとか、それってやっぱ自信にはつながらないじゃないですか。そういう、でも守備は練習すればすると うまくなりますよね。はい、辰川さんの3日じゃないですけども、長きにわたり練習すれば取れるようになる、はいはい。いやだけど俺見てて、まあ、3割バッターでは2割5分だとして、あとの7割5分このボンダががっかりするんだよね。それ僕も言ったことあります。ボンダの内容が悪すぎる、悪すぎる、あの三振の内容も悪すぎる、ーノーチャンスですもんね、うん、あ、それなんだよ、それ考えて打席に立ってどうだから三振したくないとか、はい、三振してもいいバッターなんだよフルスイングすれば、うんうん、だけどなんかこうやってこんな手だけで振っちゃったりとかさ、はい、なんかね内容が本当にないんだよ。だから次にね使いたいと思うことが減る。それやっぱりビッグボスも同じことを思ってる、ね、絶対思ってるはずだよ。そうですね、なので打順もコロコロ変わるし、もうちょっと地に足ついて、うわー、惜しいな、ボン出しても何か可能性見せてくれるなだったら、結構僕、4番続けると思う、もしくは3番続けたりとか、やっぱりコロコロ違った彼の可能性を探してる、模索してるということは、そのボン打をも改善したいし、どんどんこういい結果、好結果の可能性を上げていきたいという試みがあるのかなとか思いますけどね。いやまあ期待度が大きいだけにさ、うん、それを見せられると、がっかりするわけよ、うん、打ったことが消えてしまうというかさ。うん、確かに成長はしてるよ。だからホームランも打ってるし、あの形もいいし、練習のやり方っていうのもすごく丁寧になってるし、だからそれは認めるんだけど、まあ2割5分打ったとして7割5分このボンダが本当に内容がないから。これ森内さんね、まあヤクルト村上と同学年だね。そうです、実は気がつけば今全然違う立場になってしまってますが、例えば村上の三振見ててバンって空振りした時、あーでしょ、はい、で清宮が三振で、あー全然違う、あ
しいっていうのと、あーっていうのと、見てる人の感想の感嘆文が全然違う。違いますね、うん、その違いなんですか。僕はそう思っています。あのね、想像がつくんだよ、清宮の。もう想像がつき出したんだよ、はい、ああやっぱりかみたいな、うん、だからこれが困るんだよ。やっぱりかですよね。あ、これが困るんだよ。でもそのうち改善されます。どうそのうちはいつですか。そう、分かるかい。ずっとそのうちって言われてきてたんで。あのね、森内さん、僕北海道で番組やっててそういう質問する人、朝の番組でだいたい60代以上の人がすいません、どうなったら勝ちます、しまいには勝つための処方箋教えてくれって言われて。処方箋。でもね、やっぱりあれだけすごい鳴り物入りで入ってきて、そのうちそのうちそのうちってやっぱり言われてる。ファンとしてはそのうちっていつなのかな。いやでもね、清宮をね、マンツーマンでね、はい、誰かに任したら、うん、多分そう形になってくるよ。だらだかコーチ、臨時コーチもコーチ、いやいるよ、いるけど、はい、多分ね、みんなを見なきゃいけないから。あ、っていうよりも清宮専属のコーチをつけて専門的にやって、もう寝食ともにしたら形になる、絶対に。僕提案があるの、はい、あのレンタル移籍の話出たでしょ、うん、それは難しいとしても、キャンプ中に清宮幸太郎を片岡敦さんに預けたらどうですかと。2週間から3週間、片岡キャンプ中に、はい、もう今現もう2軍で監督されてますから、はい、でドラゴンズからも数人、あの練習トレードってあったんですよ、昔かつてありましたよね。あったな、はい、はい、それやってみると、今まで既存の左打者コーチがすごくアドバイスを送ってくれてたけども、まあ、ちょっと違うセントラルリーグの左の打者の人にアドバイスをこうっていうのは僕はいいと思ってるんですよ。へえ、僕は片岡さんの性格も把握してると思ってますんで、清宮のコーチのあたり片岡さんと行ったらなんか目から鱗が何枚か落ちるんじゃないかなとか思う。今のファイターズのコーチも素晴らしい方いるんですけども、じゃなく全然違う視点がそこには存在するんでね、うん、キャンプの時でそれできるんじゃないかなと思う。おお、うんうん、豊さんもレンタルありって言ってますもんね。まあ選手としてレンタルもありだよね、うん、でもレンタルとしてしてくれないよ、だから使えないもん、まだフルには。ああ、清宮が、いやそれだったらやっぱり自分のところにいて、うん、やった方がいいと思うし、ただキャンプの時1ヶ月間びっちりもう清宮だけでいいからつけてくれってやってくれっていうような感じだといいかもからな。そういうのは面白いと思うけど、レンタルっていうのも面白いよね、本当にね。そうですよね。それこそちょこっとね話させていただいた時に、藤浪投手ビッグボックスはすごく欲しいっておっしゃってたんですけど、ね、レンタルがあれば、まあ、1年とか、うん、そういうのでこうやってもいいよねみたいな。レンタル誰を出す、こっちは誰どなたが見合いますか。なのでシーズン中だとそういうのもあって、なかなか現実味がないのよ。だからキャンプの時ってめっちゃ面白くないかなと思って。キャンプの時のみのレンタル、うん、それってなんか、あ、そっか、セットパーで分かれてるから別にサインのこととか関係ないんですもんね。まあ、そう、そこはサインは教えなきゃいけない、うん、それはね、キャンプの時は戦力じゃないから、うん、お互いの向上をさすために新しいスパイスをお互いどうぞと、うん、そういうの言葉以前やった時に僕すごいいい試みやなと思って、でその時にカープの練習に参加する選手たちが数人いたんだけど、ああかわいそうって思った。カープの練習は12球団でずば抜けてるからきついんです、ね、きついという問題じゃありませんよ。中日もきついって聞いたんですけど、あの日もはすごい、落合さんがやってる時きつかったのですよね。ただね、個人がやりだすんだよみんな、だから帰れに帰れなくなるという、うん、ああそうか、うん、みんなやってるから自分一人帰るってわけにはいかない。そうそう、立浪が帰ってたさすが大物ですね。大物だよ。あとだってグランド一周で帰ったんだよ、そうそう、歩いてじゃあみたいな、でもそれはロッキンの時にベテランだったから自分ではコンディションを任すよって言われてまあそれでもグランド一周歩いてね、はいじゃあとか言って、うわその後言いたいことあるまあ言っていいよ、お前とゴルフやってたんじゃないだろう。何ですかそれ。その日ハムが休みやったんですよ。なるほど。でも立浪さんは大ベテランで、はい、これがわしのリハビリや。いやだけどそれは許されてたから、ね、そうそう、ルールとして チームが許してたから、連絡も取れて、はい、でもそのシーズンちゃんと働かれたの。あ、じゃあ誰も文句言わない。ただ、うん、ゴルフを一緒にしてた。そう、僕をコテンパンにやっつけて、シーズン中は相手チームもコテンパンにやっつけたと。
さすがに。そう、コテンパンにやっつけるイメージトレーニングを僕一緒にやってたんじゃないかな。そうでしょうね。ああスパリングのなんかね、相手になってますもんね。そうバッキバキで帰ったから。あと、そこ、山本さん面白いなと思うとおっしゃってたのが、僕に藤浪投手を任せてもらえれば一発ですぐ変えられるって。なんでか知ってる？なんでか知ってる？それを言ったの。そんなことありえないから。いや、でまたそんなことないですよ。でも変えられ自信ある。自信あるって。僕も濃紺だったから。あ、そうなんですか。うん、藤浪は技術的にはもうね、トップで世界レベルなんですよ、うん、体力と技術は、うんうん、あとはね、もう皆さんご存知の通りここなんですよ。で、メンタルとかそういう問題じゃない。踏ん切り、技術あるか。あります。本当に押し込みと踏ん切りだけで藤浪は世界級のピッチャーになります。めっちゃ自信ある。びっくりする。じゃあお前金出すから俺に教えさせてくれって言えばいい。お、金出すから。出すからこっちが、こっちが。いや、そしたら実績としたら倍になって帰ってくる。倍以上。投資自分で自分に。そうそう。じゃあ俺の言うこと聞いてくれって金出して。新しいよ。これは新しい。新しいです、ね。タイガースのキャンプに行って、ちょっとその藤浪こんだけ金用意したんで、藤浪ちょっと見させてもらってよろしい。で、ガラッと変えたら、うん、いや、そしたらこれが倍になって書いてある。そうですよ、ありですよ。常に計算してる。でも、でもあれ自信あるやろ。あります、あります。やってみ。本当にあります。5万円ぐらいでいいですか。5万円。めっちゃ現実にある。でもな、何かやっぱり秘策じゃないですけど、これをすれば変わるっていうものを、うん、あります。あるんです。例えば。でもその代わり、監督やバッティングコーチにお願いして、実践のマウンドなんでも用意してもらわない。実践でこれやってみな、これやってみな、ほらそうでしょっていうことを。いや、それはやらすよ。だって藤浪が覚醒したら、それはもう戦力としたら10勝以上、まあ、最多勝レベルだからさ。あと藤浪がもう 100% 僕を信頼してくれるから。どう、例えば一つ例を挙げると、どういうトレーニングだったんですか。一緒に風呂入る。